クリーブランド産の火山灰の雲、2006年5月23日、国際宇宙ステーションから、撮影火山灰とは、火山の噴出物の一つで、主にマグマが発泡してできる細かい破片のこと。木や紙などを燃やしてできる灰とは、成分も性質も異なる。火山から噴出されたもののうち、直径2ト、mm、ル以下の大きさのものを火山灰という。粒子の大きい順に、 火山砂から火山汁と火山粘土へと呼び分けられることもある。物質としては火山ガラス、鉱物結晶、古い岩石の破片などである。火山灰が堆積して固まった岩石を業界岩という。巨大な噴火によって大量の火山灰が空高く噴出すると、その火山灰は広範囲に同時かつ均一に堆積する。 そのため地層が形成された年代を特定する際の検証として利用される。例えば、日本においては約6000年前まで噴出した火山灰が日本全土を覆うような大規模な噴火がたびたび発生しており遺跡の発掘調査や活断層の活動時期の推定において重要な目安となっている。また、南極大陸などの表彰の中にも 火山灰の層が薄く含まれており、氷彰コアを利用した研究を行う際に、氷の形成年代決定の重要な役割を担っている。新潟県佐渡市の佐渡博物館入り口に展示されている檜山マ石島内では、ブドウ石とも呼ばれている。主に火山ガラスからなる火山灰の噴出途中や降下途中で、水が混ざると火山ガラスの粒子同士が凝集して、 直径1から2センチメートル程度の豆状になることがある。これをひ山豆石という、加工庫などの水中で噴火が起こった場合や、噴火中に雨が降っていた場合に見られる。最近では、雲前平成新山を形成した、噴火の際、雨の日にひ山豆石が降った記録がある。自然界では、火山灰は、 雨と風によって移動し、陸上では植物によって土壌に固定される。過去の巨大噴火では、大気圏上層に達した火山灰が日光を弱め、地球規模で気候の寒冷化をもたらしたと推測されている。大規模な荒灰になると火山灰の土壌への固定のプロセスも非常にゆっくりで、火山灰の冬は数ヶ月から数年に及ぶこともあるため居住地域では、 人の手で火山灰の除去が行われる。鹿児島市内の火山灰集積所人間の生活圏に降る火山灰は人間にとって困りものである。日常生活にも大きく影響し火山灰が多く降り注ぐ日は視界も悪く洗濯物も外には干せない。多量に降ると農作物に被害が出る場合もある。ひどい場合は家が埋まってしまう場合もある。 人体火山噴火による火山弾や火砕流の到達圏外であっても火山灰だけでも健康被害が発生しうる火山灰を吸入してしまうと呼吸器に影響を与え慢性気管支援、肺気種、全息を悪化させる恐れがある火山灰は眼球を傷つける恐れもありコンタクトレンズを着用している場合は角膜剥離を引き起こす恐れもある清掃時には ゴーグルや防塵マスクの着用が望ましい。インフラストラクチャー火山灰の悲惨や体積は人間生活や経済活動に大きな支障をもたらす。量が多ければ農業生産ができなくなったり、建物が倒壊したり、自動車や鉄道、航空機が運行できなくなったりする。土壌や業界岩として安定する前の火山灰は山などの斜面や川岸、 川底に積もった後に大雨が降るなどすると土石流や河川、水路の氾濫を引き起こすこともある。上下水道では給水施設に大量の火山灰が混入していると水道水が濁り、食器洗い機や洗濯機などに影響を及ぼす。火山灰の清掃のため水道使用量が大きくなると公共給水施設の水が少なくなり水不足になることもある。 また、下水設備では、火山灰が、雨戸や排水口を詰まらせることがある。火山灰を排水口に流して処理しようとするのは、下水道を詰まらせるため禁物である。下水処理施設に影響を与えることもある。屋根に降り積もった、火山灰は水を含むと荷重が大きくなるため、建物を押し潰す恐れがある。火山灰で滑りやすくなるため屋根の清掃中に、 転落する事故も発生している。飛散した火山灰はテレビ、コンピュータ、カメラなどの機器に入り込み故障を引き起こす。火山灰は雨水に濡れると導電性を持つため、電力や情報通信に依存する現代文明は近代以前の火山灰災害になかった被害を受ける可能性が高い。火山灰は通常のホコリとは違い結晶室の構造であり、掃除の時床。 ガラス製品、陶磁器、木製家具、電化製品などの表面を傷つけることがある。後輩の多い地域では取り除いた火山灰が通常のゴミと分別されていないとゴミ収集車が故障しゴミ処理場のスペースがすぐに埋め尽くされてしまうためほとんどの場合に区別して指定されている。航空機と火山灰火山灰が空気中を待っている状況では エンジンの吸気口に防塵フィルターをつけた軍用ヘリコプターなど対策を行っている航空機を除いて運航できない。エンジンに吸い込まれた極細粒部の火山灰は内部の熱で誘拐して付着し部品を腐食あるいは破損させるためである。また高速で移動する飛行機に火山灰が衝突すると操縦席の窓ガラスを目の荒いヤスリで擦ったように傷つけることになり 視界が悪くなる恐れもある。火山灰が航空機に影響を及ぼした事例としては、1982年に、ジャワ島のガルン軍山の近くを飛行中の旅客機が、火山灰の雲に入り、4機のジェットエンジンすべてが一時的に停止するトラブルに見舞われた事例がある。この事故は、高度3万7千フィートで起こったものである。1万メートル以上に到達するに、 3年おきに、あり、2000年前ではあるが、推定高度 51km という噴煙の事例も、あり、高高度だからといって安全だとは限らない。2010年、アイスランドにあるエイアフィアトライオークトルの噴火によって、発生した、史上初の航空路の大混乱の結果として、空気中1立方メートルあたりにミリグラム未満の、火山灰という飛行可能基準がかによって制定された。 それまでは火山灰があれば完全飛行禁止であった。ただし飛行許可を得るには事前に地上からのライダルによる計測を行う必要がある。古代ローマ時代建材として使われていたローマンコンクリートには火山灰が使用されていたと言われるがその方法は現代に伝わっていない。しかしながら現在コンクリートの骨材として火山灰を利用する方式が 考案され、実用化に向けて研究が進められている。最近では、住宅用建材として、シラス壁と言われる壁材が、火山灰を主原料として作られている。日本においては、火山灰を、磨き粉や、野球場グラウンドの土、顔の美容クリーム、陶磁器の釉薬などの成分としても利用している。火山灰が積もった、火山灰地は、水はけが良いため水田には向かないが、 過剰な水分を嫌う作物の畑作が行われている。例として、鹿児島県の桜島を中心とした地域で工作されている桜島大根がある。都市へ火山灰を日常的に降らせる活火山の例として、鹿児島市外に近い桜島がある。夏季は東寄りの風に乗って鹿児島市方面で荒廃し、陶器は 西寄りの風に乗って、大隅半島での後輩が多いと言われるが、風向きは変化しやすいので、周辺地域では一年中後輩が見られる。そのため、鹿児島地方気象台では、桜島上空の風のデータをもとに、後輩の予報も出している。また、空気中に漂う火山映えもあるため、雨の日には灰混じりの雨が降り、色の薄い洋服を着ていると雨に当たった部分が、 黒ずんでしまうこのような地域性のため、鹿児島市の中心部の商店街ではアーケードが非常に発達している。さらに、鹿児島市内には火山灰集積所が随所にあり、後輩時は洗濯物を外に干さないのが一般的である。ありがとうございます。